まずあとです。賛美聖火の時間となりました。今日はこの聖火の再臨の方から623番、いつかは知らねど。これも素敵な賛美ですね。はい。では早速見ていきます。えー、聖火の623番、再臨の方から、いつかは知らねど。はい。えー、これは、マタイの君主24章の36節。 その日、その時を知るものなし。えー、この、えー、この、えーい、いつかは知らねえどですね。サイリンで、えー、8分六6秒で、遅くですね、50、いきます。えー、ご説明あります。聖火のお、サイリンの方から623番。いつかは知らねえど。三、はい。 いつかは知らねど、主イエスの再び、この世に生きたもひぞまたるる。その時、生徒はしおりよ、蘇り。 我らも見栄えの姿とならん。悩みは終わりて千歳の世となり。あまねく世界は君に使えん。 荒野に水湧き砂漠に放さる三上のお酒への仰ぎうべしさればなえしてを強くし求めよ 弱りしい膝をも伸ばし歩め約束のごとく主は湯に来たりて迎えたもべしその見た目を その日を望みて互いに励まし十字架を喜び置いて進まん嘆きも悩みもしばしの忍びぞ 楽しき称たたえの歌と変わらん。携さえあげられ、主イエスに抱かる。その日の喜びいかばかりぞ。 備えは終われり、いざ来たりまえ。花婿なる主よ、救い主よ。いつかは知らねど、主イエスの再び。 この世に生きたもういぞまたるるその時生徒はしおりよみがえり我らも栄への姿とならん 闇は終わりて千歳の世となり奄ねく世界は君に使えん荒のに水は木砂漠に花咲き 神の栄えを仰ぎうべし。<laughs> はい、感謝いたします。聖歌のサイリンの方から六百二十番いつかは知らねえと五節までありましたけど、思わず1節と二つを再度歌いました。 八分の六教帽子で、遅く五十ですね。これは、マタイの福音書の24章の36節、その日、その時を知るものなし。感謝いたします。この賛否、この成果をあなたの心に魂に、この成果をあなたのもとに、マサートの賛否、成果でした。マサートのこ YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねとよろしくお願いいたします。 えー、聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。次回の賛美、えー、の時間でお会いいたしましょう。マスターとした仕上げ熱パッションプロジューシャロム、シャロム、シャロム。